ペレットストーブ専門店渋川市ペレットストーブ群馬です。で明日はですね、緑市お客様のストーブの新設設置、それと以前ですね、付けさせていただきましたストーブの新築に伴う移設工事、こういった2件工事に伺いたいと思っております。それと昨日ですね、ちょっとストーブのエラー表示が出ているということでご案内をいただいてまして、すぐですねお伺いしたいところではありますけども、今日明日明後日と予定が入っていますので、早くてもですね明後日もしくはし明後日にお伺いということで、連絡をさせていただきたいというふうに思います。いずれいたしましても急激に朝晩寒くなって冬が一気に押し寄せてまいりましたので、ストーブに関してのお問い合わせあるわけですけども、やはり一番大切なのは毎年シーズンオフのクリーニングメンテナンス、こちらを実施していただく、これが大事なことであって、これをしないとですね、やっぱりエラーとか不具合が出てしまうということになります。それとメンテナンスに関してもですね、1年を置いてのメンテナンスになりますと2年分の汚れとかサビとかですね、かかる工数が増えますので、料金的にもですね高くなってしまいますので、毎日、毎年ですね、メンテナンス、クリーニングを心がけていただきたいというふうに思います。ペレットストーブメンテナンス新設地、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブに関することで何かございましたら、福島商店並びにペレットストーブ群馬までお問い合わせください。